ライカ、目を開け、死を生む一族の者よ。そなたは今、生と死の狭間にある。人の世に死をもたらし続けた、そなたの罪、汚れた地。さあ、我が力を受け入れよ。さすれば授けよ。ライカ、この地に溢れ出したよ。その力がすべて熱してみせよ。そなたの体は自然に治癒するであろう。これも我が力の恩恵ぞ。ただし忘れてはならない。そなたの巫力が尽きた時、そなたはこの写しを肉体の存在を維持できる。ここにさ、そなたが倒した妖気は結界の外にいたもの。千年の長きにわたって結界の内を伺っておった。その中には不死の力を手に入れた者が。しかしそなたの能力で不死の妖気も滅するのです。都を取り囲む深き門、妖気を浄化するため、その最奥にある館に赴く。
浮力を感じ、浮力とは精神の力、命あるものすべてに備わった魂の力、我がそなたに授けた力、いずれも浮力を媒介とする。浮力なしでそなたは内世に存在することもままなるまい。されど容器を浄化するたびにそれに応じた浮力が与えられる。浮力を感じ、浮力とは精神の力、命あるものすべてに備わった魂の力、我がそなたに授けた力、いずれも浮力を媒介とする。浮力なしでそなたは一瞬に存在する。されど容器を浄化するたびにそれに応じた浮力が与えられる。
浮力を感じ、浮力とは精神の力、命あるものすべてに備わった魂の力、我がそなたに授けた力、いずれも浮力を媒介とする。浮力なしでそなたは写しように存在することもままなる。されど妖気を浄化するよりも、それに応じた浮力が与えられる。